はい、どうもこんにちは、ラクラクラックです。メタルギアソリッド5ザ・アントム・ペイン実況プレイ始めていきたいと思います。はい、今回もですね、メインミッションの S ランクを目指して、進めていきたいと思います。はい、では早速やっていきましょうか。はい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 、はい、イベント開催中です知りませんと。はいはい、ありがとうございます。はい、ということでちょっとオフラインしましょうか。オンラインにしてるとちょっと読み込みがね、はい、長くなるので、はい、ということでそんなことはいいとして、前回言ってました、はい、声の向上までの S ランクは取っておきましたので、はい、では今回は予告通りに、はい、声の向上を S ランク目指して取りに行きたいと思います。シャバニーという少年がね、ここに囚われたので、回収しに行くと、はい、いうことで、はい、じゃあ行きますか。早速。Please select a mission. この声の向上はね、ちょっと若干ホラーチックな感じなんで、はい、やりたいなと思います。はい、装備はですね、ちょっと変えて、どうしましょうか。単純に銃が必要なんですよね、これ。あ、これでいいか。いや、改造したやつにしましょう。これでいきましょうか。改造したやつで、あとはいらないかな。大丈夫だと思います。今回あの方が出てくるので、バディはなしでも大丈夫かな。まあ、あるいは一応ワンちゃんでいきましょうか。じゃあこれでいきます。アサルトは改造したね、この銃で、ハンドガンはこれで、あとはいつも通りという感じですね。スモークグレネードと、はい、ではいきます。夜、はい、ということで、今回はそのシャバニという少年、まあこの声の交渉っていうのはね、まあ、メタルギアソリッド5ザ・ファントム・ペインの中で重要な部分ですからね。はい。でもストーリーは飛ばしますが、はい。申し訳ないですが。ストーリーは飛ばします。はい。今回は本当に、S ランクを目指していきますね。今回のターゲットはシャバニ。はい。鉱山で働かされていた子供たちのリーダーだった少年だ。はい。彼は子供たちと引き離され、軍馬工業団地へと連れ去られた、はい、現地の人間がムゾヤ・バディアブルと呼ぶ地域だ。悪夢ボス、シャバニを探し出し回収してくれ。ターゲットの位置は端末で確認できる。悪夢すんか。はい、ストーリーを進めていくと、まあ、ある少年たちを救うわけなんですけど、その少年たちの中にリーダーがいたんで、はい、そのリーダーが今回のシャバニでしょうか。ここにいるということなんですが、無事に救えるのでしょうかっていうはい、で今回あの方も出てきますからね。あの方をどう攻略するかが多分、はい、なるほど、蛇の口か。出てきます。目的地はそこを抜けるしかなさそうだ、はい、ここもどう素早く移動できるかによる。そこか。こっから入るしかないんですよね。周りは全部山だから。ここ近道できるけど、結局は遠回りになりそうだな。ここからこう行かなきゃないんですよね。回り道するって言ってもこんな遠い場所じゃん。というわけで、どうしましょう。回り道したいけどな。いや、今回は、普通に直進切るから。近い方から行きましょう。こんなことしてる間に時間が経っちゃう。ここが通りにくいんですよね。何回もここで見つかってるから、普通に来るのでさえ見つかっちゃうんで。
見つかることは仕方ないかな。どうやってもここは抜け出せない。いるでしょ。もう見つかんないようにね。よし、いけるいける。お、順調。ここで一回は見つかるはずなの。で、ここなんですよ、ここ。ここもう、絶対測ったようにもうここライトアップされてる扉。もう、ここからじゃなきゃいけないのかな。うぇい。よし、これで、あいつ、あれ、あしん、あれ、やばいやばい。あしん、オッケー。うぐ、うぐ、いっぱい来た。どっから来た？どこから来た？ちょっと待ってよ。やばいな、まずいな。うわて、うぐ、あめ。あんた、あ、よし、いい感じ。いやー、やっぱりあんた。オッケー。よし、開けろ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 。よいしょ、あぶねー。もうあそこは本当やだね。ここのいい抜け方ないですか。よし、ここを抜ければとりあえず走る。オッケー、あー遠い。いやだな。この先の隊はほぼ一年中刑に追われているらしい。目的地はさらにその奥、橋が壊れている。壊れてる、ね、何を下っていくしかなさそうだ。無線忙しいな。いや、さてここどう抜けて、ここにダイヤモンドか。うわ、早いな。いるな。いっぱいいるな。おお、びっくりさすんだよ。早く行きたいから。あ。OK。あれ？よし。大丈夫。あいつのメーラーを。オッケー。よし。これでここはいいな。ここ上行かなきゃないのか。いや、早く行きたいんだけどね。上から行かなきゃないのか。必要ないよね。大丈夫かな。目的地の方角には崖、道なりに進むしかないな。悪くない。よし、オッケー。
ちょっと行って、ここだ。ここの先が目的地。目的地に着いたな。はい、着きました。魔力を探してくれ。無事だといいが。来たな。よし。さてここからどうするんだったかな。こんなかな。どこから入るんだっけ。どこから入るんだっけ。ここだ。入ってる。こんにちは。よーし、ない。はい、ということでスキップします。まあ、ストーリーはなんだろう。ここはここは何でしょう。シャバにはそうですね、ここにいます。皆さんね、喉にね、何か刺さってる。見なかったけど見なかったというか、見せなかったけど。うん、飛ばせるね。うん、ちょこっと見ますかはい、ちょっとウイルスがね、はい、感染症が流行るんですよ。はい、とここまでにしときましょうかはい、誰だお前は。お前誰だ。やつが来たー。どんどんどん。あ、ぶんぶんぶん。さあ、どうしようかな。もう雷の次は火かよ。ここから逃げれない、上に逃げれない。さて、どこからこちら B コード、まもなくランディングゾーンに到着する。どこにいる。あいつが来た。こちら B コード、ランディングゾーンに到着、ライフする。よし、消えろ。当たった、当たった。当たんない。あ、くそ、ダメかな。うう、来た来た来た。早い早い。これでどうだろう。エクスプロチェイティッホットゾーン離脱だ。オッケー、ミッションクリア。ふう、さーて、どんなものかな。てん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 、よっしゃ。あんたの力は計り知れん。はぁ、やっぱスピードさえあればね、なんとか S ランクは取れるもんですね。はい、ということで無事 S ランクは取れましたね。スカルフェイス。はい、ストーリーはやってみてください。はい、炎を2 はい、ということで、あの燃える男は何なのかね。はい、雷の次は炎かよって回収しようとしたんですけどね、結局は
回収できないんですね、あれ。はい。というわけで、無事 S ランクを取ることができました。なんだ？ちょっと何が起こるんだ？ああ。はい。そういうことです。少年たちに報告するわけです。何かあったか。はい。ストーリーは全くわけわかんないかもしれませんが、とりあえず、ここのミッションの、その、声の向上というミッションの S ランクは取ることができました。時間はちょっと微妙ですが、ここで終了しましょうか。よボス、お帰りなさい。ただいま。では、じゃあ帰ります。ヘリを呼んで。了解。いや、この。こちら P コード、まもなくランディングゾーンに到着する。この銃、なかなか使いやすくなっちゃう。初めて使ったんですよ、解除して。こちら P コード、ランニングゾーンに到着。使うことがなかった、今まで。はい、よいしょ。さあ、離脱しよう。お前に睡眠という休暇を与えてやる。さて、ベースも広くなりましたね。広すぎっていうくらいですよ。はい、ミッションは無事クリア、 S ランクでクリアしました。はい、ということで次回はですね、どうしましょうかね。次回はドンパチしたいなーって思うんですけど、まだまだ作業は長い。次はここら辺かな、これ。あ、まだだ。じゃあどうしましょうかね。ここら辺、ここかな。小さな反乱者たち、次回はこれをやろうか。うん、そうしましょうか。うん、そうしましょう。次回はですね、小さな反乱者たちというミッションをやっていきたいと思います。これはまあ敵がね、みんな子供っていう、はい、で殺しちゃいけないという条件付き、まあ殺すわけないですけど、はい。で次ね、この極限環境の微生物やっていきたいと思います。であとはまあレベルが高いやつですね、もうこの辺とかこれとかS ランク取れてないですからね。はい、それをやっていきたいと思いますので、はい、皆さんお楽しみに待っていてください。いや、順調に S ランク取れててね、はい、嬉しいです。これで取れなくて時間がかかったとかなったら困るんですが、今のところ順調なのでね、はい。さあ次回はどうなることか不安ですが、頑張って S ランク目指してやっていきたいと思います。はい、ということで、メタルギアソリッド5ザ・ファントムペイン実況、これで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。ラックでした。では次回、お楽しみに。さようなら。